岩手県の復興計画の特徴は、復興は一人一人が安全を確保し、生活を再建し、なりわいを再生しなければなりません。一人一復興です。一人一人に寄り添う姿勢で復興を進めてきました。これは国連 SDGs の誰一人取り残さないという理念を先取りしていたものです。